っしゃ、食ったよ。さあ、チームかな。この引きはどっちだ。おお、してるだ。よし、食ってる食ってる。ナイトチームゲーム。よしよし、こっちおいで、おいで。よし、やった。メタルマスター21グラムですね。やっぱり強いのはオレンジゴールドです。はい、あ、でもでかいかも、結構。はい、いいサイズのチヌが釣れてくれました。キシギアゴツゴツ作戦です。はい、40中盤ぐらいですかね。また綺麗なチヌが釣れてくれました。はい、ありがとう。おお、元気元気。はい、うわー、早い。こんな感じでチヌは優しいですね。詰めてくれます。メタルマスターの 21g オレンジゴールドでした。結構竿が柔らかいからかフックもしっかりと耐えてくれました。はい、先来のメタルマスターです。失礼します。おっしゃ、ボールで食ってたよ。よくあるよね、こういうことが。本当にナイトゲームでは。よし、お気に入ってくれたかな。やばい、釣ってるか。どれ。よし、お気に入った。じゃあ、ちょっと屋形船がド派手なのが来たんですよ。サチヌだと思うんですけどね。どっちだ。おー、チヌだ。おーし、元気なチヌです。またしても、あ、でかいかも。はい、はい、入った。オレンジゴールド強し。めっちゃド派手な屋形船が来ましたけど、うわ、これちょっとさっきよりいいかも。はい、ちょっと船が波しちゃうんで、そこの草でちょっと外してあげたいと思います。よしよしよし。はい、ほら、結構長いよ。50あるんじゃないですか。はい、外してあげようかなと思いますが、私腰にすでに、メジャーを持っております。常に100円ショップのこうやってで測ってあげたいと思います。すぐにざっと、あ、50ないね。48ぐらいですね。はい、外してあげます。失礼します。はい、ちょっとタイズアップして47センチぐらいだね。チヌでした。はい、サンキュー、ありがとうね。いや、強い引きを味わしてもらいました。ありがとうございます。8月21日9時半ですね。失礼します。不思議は投げたらもう着水のホールで食ってましたね。活性が高い証拠ですかね。失礼します。はい、皆さんどうもおはようございます。昨晩もちょっと来ていました、七尾でございます。アングラさんは僕より上流側の森の木の方に前打ちの方が1名エタデリスさんですね、チルので、下流側に、ビッグベイトかな、シーバスマンの方、この間お話しさせていただいた方が1名いらっしゃる状態です。濁り方ですが、濁ってますね。濁ってます。僕はもうこれより 15% くらい薄くてもいいのかなっていう感じですけど、チヌ釣り師さんとかにはいいかもしれないですね。はい、では今日は曇りで風が 2,3 メーターのそよそよで、非常に快適です。空調服弱でいいかな。水温見ていきます。上がってないでくれ。27度とかに下がってないですかね。
下がる要因もないんですけど、あ、28度変わらず全く一緒です。もちろん今日はローライトなんでトップゲームでいきます。8月22日7時40分ちょっといつもより少し、ね、6時40分だったら最高ですけどね。まあでもまあ流れの引き始めとしては今ぐらいがいいんじゃないですかね。これからあんま早すぎてもトップ方って結構やりにくくなっちゃうんですよね。よいしょ、最初ガチペン130こちらで置きます。捕食シーンが見えるようにちょっと角度上げないとね。はいお願いします。ルックが邪魔って、今日はベンダバル101にエクステンス DC で引きます。ちょっと向かい風ですね。ちょっときついな実は。いやー、この間荒川でねミスバイト取ってますからね、キューエドでも本気出してほしいですね。このまま27度26度と下がっていってくれるとかなり魚の活性も上がってくれるんじゃないですかね。そうズボッつった、そう願ってますけどね。もう手前の方はもちろん出ないわけじゃないんでしょうけど、捨てます。鉄板やるんだったら手前で流しますけど、トップウォーターやってる時はちょっと大きめでやりたいので、飛ぶっすね。あ、ちょっとゴミありますね。でも沖のラインに多いな、手前よりも中規模のゴミがあるから結構なゴミの量です。まあ潮位とか流速によるんですけど、やっぱり 21g、 18g ぐらいが一番あの手前の鉄板ゲームであのチェヌとかシーバスを狙うやつやりやすいかもしれないですね。 18g のウェイト、僕の中ではボトム取ってコツコツ当てて変則的な動き、ギラギラとかギュンとかっていう動きでうわふっくってくると思うんで、それをさせるにはやっぱりある程度潜ってくれないといけないと思ってるんですよね。なので14だと僕の中ではちょっとこすりきれないんですよね。まあ、ゆっくりやればあれですけど、21だとすぐロストしちゃうしっていうのもあるんですけど、まあ、釣れるんですけどね、21でもあのメタルマスターの 18g とか出ないですかね。でカンナの18テスト中ということですけども、カンナはやっぱちょっと1500、600円するので、メタルマスターね何個分だって話になっちゃうんで、ちょっとこういうゴロタ系では使いたくないですね。使いたいけど使えない、高くて。だから持ってるんですよ1個、買ったんですよ半月前ぐらい、でも使ってないんですよ怖くて。昨日はですね、あのレスネってあれでやったんですよ、スワットなんで、やっぱ曲がるっすよね、ぐんぐんと。非常にね、あのバラシが少なかったです。昨日はチヌやってて手前でバババッと暴れるのがあったんですけど、結構パッとしてパッパッとこう打って歩いていって、何本だろうな、あのニゴイ1本、シーバス1本、まあニゴイとシーバスはあの素手だったんですけど、あのチヌはねあのちゃんと加えてたんで楽しかったです。でもぐんぐん曲がってくれて、耐えてくれて、綺麗に曲がってて嬉しかったです、楽しかったです。はい、そんな感じでちょっと今日はローライト、もうちょっとねあと30分ぐらいはできるのかな。はい、ちょっと小雨が心配ですけど頑張っていこうと思います。風やこれ以上強くなってほしくないですね。ありがとうございました。
また明日もよろしくお願いします。あ、そっか、明るくなってるのが分かりやすいですね。こう岸から大体キュエドがその 2,3 メートルラインでこうヨレができるんですよね。その流れの変化、たるんでるところと速いところとってあるんですけど、大体その辺に投げて引っ張ってくれば、もしくはもうちょっと勇気があるんだら内側、岸から2メートルとか攻めると根掛かり率は増えますが、地のゲット率も上がります。でアップの方がスレの確率は減るので、アップの方がちゃんと食ったなって感じはします。ダウンだとかかってはきますけど、スレが圧倒的に上がってしまいますね。やっぱチヌってどうしてもこうひで開いてたり背びれとかがすごいじゃないですか。だから P ラインがそれを拾っちゃってて、チヌの方へこうスーッと導かれていっちゃうんですよね。で脇っていうのはそのひれの方にとか、あの背びれの方とか腹のところに引っかかっちゃうんじゃないかなと僕は思ってます。なのでアップで来たやつをゴツゴツと動かして、ブルンブルンゴンゴンとかなってるところをパクッと食わさせるイメージで、僕はふわふわタオルで煽ってやってる。ふわふわやってるのは根掛かり回避っていうのも僕の中ではあるのでやっております。はい、そんな感じでした。失礼いたします。また明日もよろしくお願いします。